米韓外交当局は来る14から15日、米国ワシントンウッドクで第11回防衛費負担金特別交渉締結のための6次会議を開催すると韓国外交部が10日、明らかにした。韓国からはチョンウンボ防衛費分担交渉大使が、 米国からはジェームズ・ディハート国務省専任補佐官が主席代表として各代表団を率いて会議に出席する予定だ。外交部は、韓国政府は、既存の協定内で合理的なレベルの君平な防衛費負担をするという基本の立場のもとに、忍耐怖く米国と緊密に協議していくとし、米韓同盟と連合防衛体制を許可する方向で、 競技が進むことを期待すると明かした。